あの竹木です。ということで今回はですね、とある大食い近くなんですけども、大食いは大食いでもその大食いドッキリというものをやっていきたいと思います。ていうのは僕がめちゃくちゃ食べるわけじゃなくて、ゲストの方にすごく食べてもらおうじゃないかなみたいな。でお店の人には僕が食べるっていう手で伝えてるんですけど、まさかそこの横におる僕の彼女っていう立ち位置で紹介したその彼女がめちゃくちゃ食ったら店主はどう思うのかっていう、はい、そんなドッキリをやっていきたいと思います。それでは今回のゲストよろしくお願いします。よろしくお願いします。三年食太郎です。三年食太郎ちゃんです。はい、完全に三年食太郎ちゃんっていう雰囲気をなくした状態で格好とかね含めて、まあ、マスクしてもらったりとか眼鏡かけてもらったりとかで、まあ、スタッフもしくは彼女の立ち位置どっちにしようかなと思って、彼女の方が面白いですね。そう、彼女が面白いかなと思ってて、うん、でなんかそのカモフラージュでさっき伝えたんが、僕が二郎系ラーメンを何杯食べることができるのか、でその横で普通にプライベートが彼女でこっそり食べてる、普通に お腹空いたからお昼ご飯で食べてていいよみたいなんで食べてる。スタッフもこっち来てもらっていい、めちゃくちゃ食いそうなスタッフもおってこのスタッフもめちゃめちゃ食いそうやんか。軽く端っこの方でラーメンをいっぱい食べてると、はい、まあ、そんな感じに、やってもらおうと思って、まあ、だからそれだけスタッフとか彼女とかおったら、まあ、店員さんは別にそんなに違和感持てんと思うよね。ああまあ竹焼き商の周りのスタッフさんも一緒に食べてんねんなみたいな感じのことを思ってけど、まあ、俺はいっぱいでちょっとお腹いっぱいやな、やっぱお金きついかなっていうところで、彼女と思ってた食ちゃんが何倍そこからお代わりできるのかなっていう、大体何倍ぐらいくれるとかあれによります。電マシとか、まあまあそうやね、普通のあれで言ったらどれぐらい、普通のあれで言ったら5、6杯はいけなくはないかな。すげえ、5、6杯、うん、多分。え、じゃあ3杯食べて最後の最後にマシみたいな、あ、それはいけます。あ、いいねいいね、じゃあ3杯食べて最後の最後に、あ、じゃあ全マシでっていうのでそこで終わりましょうか。あ、オッケー。で、どういう反応するのかっていうのと、はい、あと一つ、めちゃくちゃ三年食太郎ちゃんですよ今。うん、嘘だ、結構そうやんな。めっちゃ変装して頑張りましたよ今日。結構じゃない、ほらうちのマネージャーもこの帽子をお前に授けよう。あ、帽子いいんですか、どうですか。あ、ぽいぽいぽい、え、一気によ、うん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 、港区におるわえ、おるよね、この深かぶりしてる。あ、ほんとに。え、ちょっと自分で見てみて、似合ってるよ。あ、いそういそうとか言ってこれやったらさすがバレんと思うんだよな。言うて食者大食い会というかその飲食店とかではもうやっぱ顔バレしちゃうんで、そんな感じで、今回は三年食太郎を彼女と偽った状態で二郎系ラーメンの店に入って大食いドッキリやっていきたいと思います。その時果たして店長はどういう反応するのか、店長どころか今回社長が来てもらってるから、そうバレの社長が来てもらってるんで、どんな反応するのかという、はい、検証やっていきたいと思います。じゃ早速やっていきましょう。下向いてたらいいかも。ちょっと下向いておこうか。どうぞ、お願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。一応僕メインで食べるんですけど、はい、スタッフもちょっと食べたいみたいな、すごい巨漢の、はい、まず何個作りましょう。普通盛りが 300g で、小盛りが 200g、大盛りが 400g って分かります。普通3つでいくか、普通2つの小盛り1つでいくか。小盛りなんだ、小盛り、あんま食べられんか、小盛り。小盛りで来ます、女の子は。小盛り、ゲッかなって感じです。なるほど、はい頑張ればぐらい、頑張ればいけます。吉野家で大盛り食べられる子はいけます。あんま動画映ってないんですけど、はい、僕の彼女で、で、あ、そうなん、そうなんですよ。で、なんか僕の大食いの企画の時についてきてもらってて、はい、横で同じ量じゃないですけど食べてはもらってるんで、はい、ちょっと胃袋大きくなってるかなっていうのと普通に食べるかなっていうので、じゃあちょっと200で、いや、まあちょっと最初少なめ で、はい、で僕は普通に、僕は特にもう結構いけると思うんで。わかりました、はい、じゃあご用意します。よろしくお願いします、はい、で野菜増し油増し辛めとかそういうのは、じゃあアトコールじゃなくて先コールでいただいてるんですけども、あれでも全部増しぐらいに野菜油辛め、はい、OK、で彼女さんのも野菜油辛め、じゃあちょっと気持ちにしときます。気持ちぐらいで、すいません、ご配慮ありがとうございます。なんて呼ぼうか、なんて呼ぼうか、萌えちゃん、萌えちゃん、オッケーオッケー、
も萌えちゃんで、ここで撮影したことある？別の店舗で。別の店舗ではいろんな飲食店さんとかつながりあるからさ、入った時点でバレる可能性もあったよね。実はこれ裏話で、別の全くお店でそこは取ろうと思った時にめちゃくちゃ食ちゃんと仲良くさせてもらってるっていうラーメン屋さんが1個あって、それはもうその時点であちょっと無理やなっていうのになったから。ナチュラルだね。そう、二郎系って来たりする？うん、よく行く。プライベートで？プライベートもよく行く。彼女って言ってたからタメ口じゃないと。あ、そうか。そう、さっき一瞬敬語で出たから、うん、でもさ、めっちゃすんなり、うん、あの彼女なんですよって言ったら、あ、彼女ね、みたいな感じで、すごいすぐ入れてくれたよね。ね、そんな意外とあっさり。あ、そう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 。結構大ニュースだけどね。やばいやつやん、多分それって。撮影にさ、なかなかない。ポッティネのラーメン出してるのに採用あっさりやったもんだ。あー、おいっすみたいな。萌ちゃんはさ、うん、普段デートとかってなってご飯ってなったらどこ行く？どこだろう。でもラーメン多いよ。え、ラーメン行くの？うん。あ、でも、あとはうどんとか。メインが好きなの？メイン好き。パスタとか。パスタ？全部メイン。メイン、メイン、メイン。どうやったんちゃう？はいよ。おい、すごい。全ます。全ます。やばー。え、これ、え、社長。これ、萌えちゃんの分も。ちょっと、あ、そっか、それちょっと少ないやん。全然違います。で、麺もこっち 200g で、それ300g。 ああ、なるほどなるほど。ああ、ご配慮ありがとうございます。で、ニンニクはこちらから入れ放題でございます。わかりました。で、半分くらい召し上がったら、この唐辛子、はい、あんまり辛くないんですけども、香りが変わって、これか、味変におすすめなので、後ほどお楽しみください。わかりました。そんな感じで届きました。これが、300g で、大盛りございますか。で、こっちがちょっと脈で、まあ、ちょっと気持ち全体少なめにしてくれてるっていう。いただきます。いただきます。うん、うん、あ、麺はセリーヌの帽子似合いすぎてる。似合ってる？ぜひの帽子初めて、初めてつけた。あんまり、うん、キャップかぶんないから。あ、そうなんや。オフで銀座にいそう。いや、普通だ。普通だ。あ、そうそうそう。あ、そういうのもイメージできてくれたね。ちょっと、なるほどね。なるほど、なるほど。じゃあ、俺と付き合ってる女の子のイメージはこれってこと？あ、そうなんや。みんな特系な、これ。社長、めっちゃうまいです。めっちゃうまいです。結構大盛りとかやったら残される方も多いんですか？いや、し、残されるお客様は、うん、ほとんどいらっしゃらない。あ、そうなんですね。はい、創業間もない頃は、はい、バリオっていう名前で細麺の豚骨ラーメンを勘違いなさって、はい、来店するお客様もいらっしゃったので、あー、なるほど。二郎系だって分かっていらっしゃる、はい、お客様の方が多いので、二郎なんで、もうそうですよね。そうやって思って来る人は残さないですもんね。人はその上が全マシマシになると、それの2割増しぐらい。やべえ。え、やばいやばいやばい。何だろう。もう一回お願いします。はいはい、 OK OK、 うん、ちょっと、OK、 あ、社長、はい、一旦おかわり。おかわりもいいか。はい、あ、何もいく。今の感じで だいぶちっちゃかったみたいで、ちょっと多めでもいいぐらい。すごいっすね。同じぐらいでちょっと多くてもいいらしいんで。じゃあ普通盛りで作りますか。大丈夫、萌ちゃん。はい、いける。大丈夫、いける。わかりました。じゃあ普通盛りで、ね、野菜の唐揚げなどはどうします？全増しで。全増しで。全増しで。わかりました。好きな男性のタイプとかあるの？好きな男性のタイプ、うん、色気がある人。色気がある人。優しい人。悪口とか言わない。店員さんになんかこう文句言って、あんまり強く口調で言わないとか。まあ、ツイッターとかで悪口言わない人。 YouTuber で例えるならこの人いいかもなっていう。あ、最近いるんですよ。え、どれどれ。昼におはよう。わかる。わかる。昼におはよう。いつもあの真元さんに似てる。あ、そうなの。そういう今来てるイケメン YouTuber にもちゃんと目をつけてみたいな。イケメンには目がないから。イケメンには、あ、イケメン好きだね。イケメン好き。焼き台に似てるってコメント欄に書いてある。テルくん。そうなんや。どうなんや。俺似てんねや。そっち系統なんや。重っ。いける。さっきと全然違う。
すごいね。いつ大食いできるっていうふうに目覚めたの？高校2年生ぐらい。それこそジローがめっちゃ好きで、うん、あ、そうなの？通ってて、そしたら食べるようになった。ジローが、トリガーを、なんならもう、これきっかけで。ジローだったらいっぱい食べれる。あ、じゃあ相性いい客や、今日。ちなみに一番好きなジローは、八重の街道というところ。バリオって言わない。まあまあそれぞれありますからね。ここも美味しいけど、野苑、そう、野苑っていう、野に猿って書いて野苑っていう、野苑って、へぇー。どれぐらいできつそう？あと2杯ぐらい。じゃあ、あと2杯。あ、何それ、お酢？絶対いいやん、美味しいやん、自分のお酢って。さっぱりする、最高。頑張りたいのっていうのがあって、今結構仕事のモチベ高いな。仕事が一番楽しい。へぇー。結婚しちゃうと、うん、まあどうしても身動き取れずぐらい時もあるじゃないですか。あるよね。その方が一番いいのかなみたいな。最終的な、そのごめんね、すすってる時にこう今の活動のゴールみたいな、ここまで行ったら自分満足みたいなとことあるの？いや、ない。これを続けたいってこと？うん、自分を安定してというか、でもあれとかやりたい、飲食店とか。いやー、そう、第二の授業みたいなのをやりたい。絶対行きたいもん、これやったら。こっちの立場やからこそ、YouTube が多分来たら喜ぶやろなっていうメニューとか考案できるくない？そうそうそう。だから、ね、チャレンジメニューもそうだけど、そうそうそう、やれたらなって。幸せってことですね。じゃあ県大会とか来たことない？5年付き合ってて、普通仲いい、本当にずっとラブラブってこと、うわ、うらやましいな。なんかそういうコツとかあるの？性格が似てる、ちょっと似てるとこがあって、喧嘩とかにならない。2人ともだってなんかすごい優しいよ。うん、優しいです。自分で言うな。本当にでも怒んなくて、うん、なんかそんな感じがする。怒んない、うん、穏やかって感じ、ね、森って感じ、森で、うん。ちょっとおかわりもらおうかな。もうすでに、もうなくなりそうです。なくなりそうなんで、もうおかわりもらうみたいです。社長、あれですか、なんかもうおかわり行きたいみたいで。1、どれぐらい？一杯目と同じぐらい。一杯目と同じぐらい。じゃあ、普通盛りと小盛りを1:1ですね。あ、僕じゃなくて。すげえ、ね。萌ちゃんが。すげえっすね。3杯ですよ。なんかいつの間にかそんな言ってて。すげえっすよ、マジで。ちょっとやばいですね、僕。とんでもないっすよ。はい、あの、企画倒れになるんで、ちょっと頑張りますね、僕も。これで次、全マシいったら。やばいよな。全マシマシ。こんぐらいかな。大丈夫、漏れてる漏れてる漏れてるよ。照れちゃう。照れちゃう。照れてない人の反応です。ちなみに僕はあのしょくちゃんを際立たせるためにちょっとゆっくり食べてるっていうので、4杯食べたのに対して僕は1杯だったっていう感じにしたいんで、ちょっとゆっくりは食べてます。あえて決してサボってるわけではありません。全部食べれる。全部食べれる。これ、うん、これ赤石でしょ。赤石でしょ。食食べれるマウント取ってくるから。それよくやる。よくやる。コラボの赤石。ありがとうございます。今どれぐらいだった？麺だけで800、約2キロ。約2キロ。2キロ。全部だと約2キロですね。すごいな。すごい。なんで一番好きな食べ物なの？梅干し？だって梅干しってあくまでさ、うん、サブやん。まあまあまあ、そのまま食べるのが好き。え、サブもいいの？どこのじゃあ紀州梅かとか南高梅かみたいな。そうそうそう、結構梅干しマニア。このね、あの塩分 20% のやつが美味しい。お酒のあてみたいな感じなのかな。ああ、そうかね。昔飲まないけどな、あんまり。ああ、そうなんや。ちゃんから食べてる。俺とかがグミ食うぐらいの感覚で。あ、そう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 。食べない？
食べるんだ食べる食べる。あ、そうなの。そんな常識みたいにやめて。あ、すいません。はい、どうしましょう。おかわり。はい、おかわりを。最後じゃあ最後、大の全マシマシ。大の全マシマシ。マシマシで。はい。お、1個。1個。はい、萌えちゃんに。5分お待ちください。5分で作れるんですね。はい、はい、はい。はい、お願いします。おかしいな。なんで俺より食うんだろう。おかしいな。おかしいな。最後の最後の全マシマシは。大でもなんか7分目って言ってたもんな。リアルで お腹いっぱい、うん、だって俺らの7分目と違うもんな、うん、俺らの7分目ってもう多分あとデザート食って終わりとかやから。あ、そうなんだ。でしょ、だって7分目だとラーメン1杯いけるかなぐらい。ああ、しかも全マシマシの。うわ、結構量多いな。社長はどういう気持ちで作ってんやろ。なんかずっと満面の笑み。満面の笑み。うわ、じゃあちょっとこれは萌えちゃんが想像以上だ。すごいっすね、すごいっすね、マジで。いや、そうなんすよ。マジで多分3キロぐらい食べてらっしゃる。3キロぐらいは確かに、確かに。どこに入ってるのってね、こんな細い体に。やっぱり食べれる方ってあんまり水分取らないですよね。あー、そうですね。ちょっとびっくり。こんな腹減ってたん今日。女性ってなかなかいないですよね、だって大食いをその仕事になさってる方は、ペロッと行かれる方何人かはいらっしゃるんですけど、はい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 、はい、ってことは大食い仕事じゃないですよね。まあそうですね、彼女の創業から15年ぐらいやってるんですけど、はい、でその中で一番食べた女性の方です。おお、すごいよ。これまでで一番びっくりされたしたのが、普通盛りを出して召し上がって、はい、おー、すごい食べたなと思ったら、ポケットからもう一枚出てきたってなって。はいはいはい、すごい。その方が最高。へえー、こんなに召し上がる、すごい。来ました。お疲れでした。ということで社長、はい、高りました。わあ、わあ、すごい。ご苦労様でした。おかしいですね。ということで、はい、大食い時、今回大食い YouTuber の三年食太郎さんに来ていただきました。どういうことか。知ってます。バレてました。いやいや、三年食太郎さん多分、はい、うちもそうだし、神楽坂のお店も多分ラーメンもつけ麺も多分やっていただいたような記憶が。あ、そうです、そうです、はい、だからか。気づかなかったですか。気づかなかった。いや、だって冷静に僕が彼女連れて動画撮るって結構ヤバいやつじゃないですか。なんか、方向転換なさった。確かに、半年後ぐらいに上げる動画とか。あー、なるほどなるほど。突っ込めないじゃないですか。そう、ちょっと気まずそうでしたもんね。そうなんですよ。っていう、ちょっと実は、はい、大食いドッキリで僕が食うかと思いきや、彼女がめちゃくちゃ食う。なんで燃えちゃって。なんで燃えちゃうの。え、本名で。ああ、本名なんかい。これちゃんと本名なんですか。大丈夫ですか。全然大丈夫です。あ、そう、すごい可愛い名前や。そうなんや。はい、そんな感じで見事これは成功ですかね。しっかり騙されました。あー、よかった、よかったです。ありがとうございました。すげえ彼女さん持ってるなと思って。いや、もしそれが本当に一般のね、彼女なら YouTube やった方がいいと思うんですよ。僕より向いてると思うんで。逆でってことですよ。はい、逆に。はい、ありがとうございます。ちょっとそんな感じのドッキリを仕掛けて、はい、仕掛けさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そんな感じで、以上、今回三人食太郎さんと、バリオさんで、はい、ドッキリを成功させてということで、はい、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。三色ちゃんの方の動画でもね、動画上がってるので、そちらもぜひご覧ください。それでは、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。
あ、じゃあすいません、ありがとうございます。ほんま気づかなかったですか？よかった。気づかなかったのと、ま、真面目に最初に、はい、大丈夫かな、大丈夫かな、ちょっといつもと違う感じの動画だから、どんな気がするんですかって、うーんっつって爪でいっぱい食べるっていう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひよろしくお願いします。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。